したミサ。私は心得たと返答しただけだ。喋った。ああ、うん。シミュレーターに合成した音声データを入力し、それがスピーカーから出力されている。だって門松さんが喋れないって。門松は発声機能がついていないと言っただけだ。私のボディにはスピーカーがない。ガンプラバトルシミュレーターにはスピーカーがあるのだから、当然喋ることも可能だ。ガンプラバトルというものはチームで行動するものだ。コミュニケーション手段がなければ不都合だろう。そうですね。さあミサ、そして主殿、油断せず進もう。ちょっと、なんで私は呼び捨てで、そっちは主殿なの？私は門松のインプットしたデータに従っているだけだ。門松！Let's go!
仲間を。よくもサンダーバリアントゼロに帰れ。ここからだ。機体が燃えてる。これくらい。おっ、強敵だ。